イギリスの軽戦車においてマーク I からマーク V の一連の軽戦車は設計上の関連が深い。これらは戦艦機にビッカースによりイギリス陸軍向けに生産された。第一次世界大戦及び第二次世界大戦の間イギリスでは類似した一連の軽戦車を生産していた。これらは訓練に使用され、また 限定的ながら1941年の東、アフリカ戦線における南アフリカ陸軍のようにイギリス帝国の部隊が戦闘に投入している。すべてが車重およそ5.1トン、路上で時速48キロメートルを発揮し、路外の重装では約時速32キロメートルを出した。イギリスではこうした軽戦車について他の軽戦車以外に想定される何かに対しての 投入を考えていなかった。そうしたことから、兵装は、機関銃のみであった、7 7ト、mm、ル弾か1 2 7ト、mm、ル弾を用いるビッカース銃機関銃を射撃する。干渉装置にはボギーにホルストマンコイルスプリングを装着した。機関には、メドースロック機頭ガソリンエンジンを用いた。マーク V になるまでこれらは操縦試験車長、機重手が登場した。 マーク V には操縦手、機銃手、機銃手を補助する社長が乗った。比較的少数の多様な軽戦車が生産されている。マーク V では設計が多かれ少なかれ最適化されており、これはマーク6軽戦車の形状をとって最後の派生型になった。戦争が予期される中、マーク6はイギリス陸軍の増強計画のために選ばれた。 マークセブン・テトラーク系戦車及びマークエイト系戦車、ハリー・ホプキンスがビッカースによって生産されているが、これらはマークアイからマークシックスまでの一連の計戦車と設計上の関連はない。榴弾砲を牽引するカーデンロイド豆戦車1920年代後期の機械化兵力の活動に続き、イギリス陸軍では2種類の早期車両の必要性を認めていた。 一種は、不評のために、機関銃を携行するもの、そして一種は、王立戦車部隊向きに砲塔を装備するものである。カーデンロイド豆戦車は、不評用の車両となった。また同時に、カーデン車では、砲塔を持つ、数種類の二人乗り系戦車を独自開発した。カーデンマーク、セブンの設計は、陸軍向け系戦車として試作が容認された。同時期のカーデンロイドは、 ビッカース・アームストロングの一部門だった。軽戦車はわずか数量のみが生産され、決して本社が採用されることはなかったものの、以後の開発に有益な情報を与えた。カーデンロイドマーク、6マーク、7は、機関銃を装備した小型車両で59馬力のメドースエンジンを搭載し、これにより最高速度は時速5 6トルだった。サスペンションは、 天人2個の付いた板バネ式ボギー2組を車体両側につけるものでサスペンションに強度を与えるために外部に桁をつけている。偵察車両や移動式の機関銃の射点として考慮されたマーク6はカーデンロイドが開発した豆戦車シリーズの最終段階だった。カーデンロイド豆戦車はユニバーサルキャリアの試作車となった。マーク IK 戦車はカーデン車のマーク。 セブン単決手といくつかの点をことにしている。外部のサスペンションの桁は、車体を支持する干渉装置の強化により外されている。傾斜がついた柔道は、円筒形のデザインに交換されたものの、いまだに30、303口径のビッカース重機関銃1丁を装備していた。基本走行は 14mm が与えられ、重量を増して、最高速度を時速 48km に落とした。 メドースエンジンは4速の変速機から前方の軌道輪を介して軌道を動かした。走行は急な展開のためには片方の軌道へのクラッチ弾とブレーキングの組み合わせが用いられた。軌道には後方の誘導輪によりテンションがかけられていた。これが軌道輪と同一の高さを保つのはイギリス戦車では新しい設計だった。また3個の上部転輪により 軌道がめぐって返された。マーク IA はより大きな上部構造が設けられ、機関銃を操作するため大型の銃刀がついた。水平巻き羽のついたホルストマンサスペンションがマーク I の板羽と交換された。適度な状況では乗りやすくなったとはいえ、このスプリングは特定の状況下では制御不能の動揺を引き起こした。1931年。 マーク、i a 系戦車は試験のためにインドに送られた。これらは、初熱の気候下でエンジン冷却を改善するための装備を受け取り、同様に乗員の厚さを軽くするための様々な手段が試験された。マーク、通系戦車マーク、イヤ系戦車、ボービントン戦車博物館収蔵マーク、通系戦車は 66HP のロールスロイスエンジンを使用した。これは、 ウィルソンプリセレクタ機構と変速機に次ぎ、戦車の右側に置かれた。戦車の左側の空間は操縦士と社長のために開かれていた。インドで使用された戦車には 85HP のメドースエンジンと変速機が搭載された。銃刀の形は長砲体をしており、機関銃は車両で使うため、不評バージョンのスペードグリップがピストルグリップに回収されている。 マーク3系戦車マーク3系戦車は干渉装置がホルストマン、コイルスプリングが制御するボギーごとにゴムで外周を被覆した天輪2個を装着して作られている。この設計はシドニーホルストマンが発明し、軽車両に独占的に用いられていたが、マーク6系戦車にも採用されている。組み立てが比較的容易であった小型軽量であり、長距離の移動に有利で、 野外で損傷した際には、交換が容易だった。軌道輪は前方にあり、誘導輪は後方に置かれた。上部天輪は2個である。動力は 88HP のヘンリーメドース6、気筒ガソリンエンジンによるもので、4段変速のプリセレクタ変速装置を組み合わせている。走行は、片方の軌道のクラッチ弾で行い、展開を早めるにはブレーキを用いた。 重刀の旋回には電動を用いた。マーク4系戦車マーク4は訓練に用いられており、重量は5トンである。これらのモデルは乗員が2名、ビッカース機関銃を備えていた。誘導輪は除去され、ボギー付きの天輪に交換された。数量が回線時にまだ用いられていたとはいえ、これらは走行手段から任務に不適当として除かれている。 1933年にビッカースが設計34両が1934年から生産。マーク4からマーク V への最大の変更点は乗員を3人にしたことである。この時重頭には社長と重主が乗った。また無選手も兼任となった。乗員が増えたことで戦車の機能性と保守整備、能力も増した。そうなるまでは 社長は操縦士を指揮し、操縦方向を指示し、銃を操作しなければならなかった。部隊の指揮官ならば、彼は他の戦車や攻撃も指揮しなければならなかった。マーク、V 継戦車マーク、V の武装は、初期の軽戦車よりは改善された。従来の303口径の機関銃に加えて、50口径のビッカース銃機関銃が搭載されている。 より大きな機関銃は、当時のヨーロッパの、装甲1 2ト、mm、ルから1 4ト、mm、ルという、ほぼ全ての他の軽戦車に対抗する妥当な能力を、この戦車に与えている。だが戦闘に投入されることになる、他の軽戦車のような装甲の増強はされなかった。マーク、V に比べると半トンほど重く18インチほど長い。 車重の増加のため最高速度が時速5 1トルに減ったものの、後続性能は大きく変わらなかった。最初の生産車両はビッカース派遣のチームと共に第一代替に送られた。製造者と使用側の間の熱心な協力は問題の素早い解決や回収の実施に至った。1936年中に22両が生産されている。 マーク VIB 系戦車マーク6系戦車はマーク V の設計を踏襲したものである。またこれには乗員3人を乗せたがより大きな砲塔に無線機材を収容しさらなる高速のため 88HP のエンジンを搭載した。ただし車重は増加した。1936年から1940年の 間1300両のマーク6系戦車が製造され数種類の派生型では初期設計の持つ問題に解決を示している。K 戦車の基礎的なデザインを輸出市場向けにビッカースが採用した。これは1933年、1934年、1936年、そして1937年のモデルを含む。導入したのはフィンランド、 リトアニア、アルゼンチン、ベルギー、スイス、オランダ領東、インド、そして中国である。1935年にはマーク3を元とし、ベルギー装甲部隊の要望によって、型の異なる砲塔を乗せた42両がベルギー向けに生産された。フランス製の 13.2mm ホチキス機関銃を装備したこれらをベルギーでは、 チャーレジャーデリコネッサンスビッカースカーデン、ロイドモット、1934T15 と呼称した。1937年、オランダ領東、インドではトライアルのため2両を購入し、1938年には、さらに1936年モデルを73両、発注した。これらは六角形状の重刀とマーク2の並走以外は、マーク4と、 機械的に同様である。第二次世界大戦がヨーロッパで勃発する前に20両のみがジャバに到着し、届かなかった車両は、戦車、K、ビッカース・カーデン、ロイド、モデル1936としてイギリス陸軍に収益し、引き取られた。実際にはダッチマンの通称で呼ばれている。これらは訓練目的にのみ使われた。 こうした車両のうち数量はギリシャに送られた。軽戦車は訓練用途のため1942年まで保管された。数量はフランスでの戦いアリビア砂漠、アビシニアにて1940年から1941年に実戦投入されている。これらは1936年にマーク6軽戦車を後継とした。多くの前任者と同様マーク6は イギリス陸軍により、イギリスの植民地やイギリス領インド帝国の治安維持活動に用いられた。本社と他のイギリス製経戦者はこの任務によく適していたことが判明している。ありがとうございます。